やった、めちゃめちゃ序盤で1枚抜いていった東海帝王。うわ、これ嬉しいな。マジでかっこいいんだけど、やばい、実際のレースで早く走らせて、金が、うわー、マジかよ。どうも皆さん、こんにちは、さとみです。今回なんですけども、ウマ娘、今アニメセカンドシーズン2期やってるんですけども、東海帝王っていうね、馬がいて、俺めちゃめちゃ好きなんだけど、その子のアニメ2期バージョンが今回ガチャで実装されたので、もう今回、ガチで攻めます。題して、東海帝王監督するまでガチャ引き続けてみた！明日からもやしで生活する覚悟はできたぞ、帝王。まあなんで、今回この東海帝王のみならず、自分の推しキャラが出た時に限界突破させたいなって思ってる人たちの目安になればと思いまして、どんだけ引けばマックスになるのかなっていうところの検証を兼ねてやっていきたいと思います。それでは早速ラインナップの方を確認していきましょう。じゃん！で、今回なんだけど、マジで東海帝王と、メジロマックイーン。この今、セカンドシーズンのアニメの、まあ、メイン二人が実装ということで、もうなんか二度おいしいみたいな、いいんすか、こんな素敵なガチャ用意してもらって、みたいなね。いや、かわいいわ、帝王。で、今回のラインナップ、じゃーん。はい。まあ、200回引けば、東海帝王かメジロマックイーンどっちか絶対にもらえるよっていう感じ。だけどね、1個当てたらいいんじゃない。今回星5にするんで、ガチで攻めます。ちょっと見てみよう、帝王。お、絶対は僕だ。最終直線で前の方で追いすがっていると、不屈の闘志で速度が上がる。激アツじゃん、このテキストも。絶対欲しいわ、これ。まあ、詳しくは当ててからじっくり見るわ。ということで、早速引いていきたいと思います。じゃ、まず1日1回限定の、まあ、ここで、まあ、たまに出るんだけど、まあ、ここじゃ、ま、出るわけないですよ、と。はい。ちなみに、ちょっと待ってね。この女神像交換っていうのも使っていきたいんだけど、今回のガチャで引いた女神像だけでいくわ。そっちの方がより分かりやすいと思うから、今483持ってる。だから女神像を使っても483個以下にはしないわ。分かりやすいし、そっちの方が。さあ、じゃあ行くぞ。じゃあまず10連から。行くぞ、英雄王。武器の貯蔵は十分か。さあ、来るのか来ないのか来るのか来ないか、こ、お、お、よ、しょっぱなから虹、虹来た、しょっぱなから。さあ、この虹誰がかけてくるのか。ハルウララ可愛い、桜爆心王爆心鏡、キングヘイロー、そしてハルウララ来た、来る来る来る。ここで引いたのはじゃん、ミホノブルボン。ミホノブルボンはもう星5なんだよね。このゲーム星5になってるキャラ引いた時、どんなリアクションすればいいのかわからん。さあ、まだまだ行くよ。さあ、全然もう、この先は長いよ。1,2,3,4 来るか来ないか来るか来ないか来るか来ないか来ない。まあ、そういう時もある。そういう時もある。結構ガチャの確率渋めだから、俺も、もうね、来ない前提で回してるのよ。いろんなガチャで、ソシャゲのガチャ回してきて、俺が思うコツは、ここ本当は見ない方がいい。もう右下で飛ばして、もうパンパン行った方が精神上いいっていうのが俺の中で統計あるんだけども、今回はもうそこも見せていくわ。もうガンガン行きたい。いや、でもマジ、これこの感じで行くと、本当に、東海帝王、お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 、いいよ、いいよ、一角一角。この金が SSR に化ける瞬間っていうのもあるからね。全然それも期待していくよ。春うらら、めちろ、そして、春うららめっちゃ出るな。爆心王と春うららめめっちゃ出るんだけど、きたー！帝王！僕は最強を超える馬娘になるんだ。なってくれよ、帝王。最強超えてくれ。うわ、熱っ！マックイーンの羽を取って、熱っ、マジ！やった！めちゃめちゃ序盤で1枚抜いていった東海帝王。うわ、これ嬉しいな。マジでかっこいいんだけど、やばい。実際のレースで早く走らせて、金が、うわー、マジかよ。SR が SSR に化けるのもあるってさっき話した。この回で、いいんすか、2枚抜いちゃって。うわ、これは、来てる。神が俺に味方してる。帝王を星5にしろと、全部とつってる姿を見せてくれと。いや、これマジで運営来てる。帝王2枚抜き、あと SR はまあ化けないと。いや、素晴らしい。帝王2枚抜いていく。うわ、これ40回で2個でしょ、帝王。いや、これあっつ、これ、いや、来るよ。今ので金がここ金色でも、もうがっかりすることはないと。いつか SSR に変わる瞬間があるという証明された。まあ、だけどここはさすがに、まあ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 、しょうがない、しょうがない、しょうがない。こういう時もある。これが普通。
運が良すぎただけ。いやでもこれさえ残りあと150回ぐらいあるけど、150まで SSR 出なくてもなんかもう全然納得できる。まあまあもう全然むしろプラスまであるから、200回引き切ったら東海帝王1枚もらえるからね、それね、もう200回ボーナスで。うわこれマジです、でもあるよ。ほいほい、あ出ない出ないけど全然いい。エルコンドルパサいいよ。ウォッカ今回で星5になってない、この星2とか1のキャラがまた1段階星上がれる気がする、こんだけ引いたら。さあバンガン行こうぜ、楽しくなってきたよ。いや楽しくないよ全然。この画面的には楽しくないんだけど。おいもう来ねえじゃねえかよ、おい来ないじゃないか、どうなってんださっきの運は。まあ、次ぐらいでなんか来そうな感じしてる、なびいてる。あるのでは、あるんじゃないかこれ。 SSR の匂いがする、 SSR の香りがする。は香りはどこ行った SSR の香りは。シンプルに嗅ぎ間違えたわ。さあここで90連目、まあキリのいい数字、100連目まであと1個。100連目で1枚抜きたいけどな、なんか区切り的な感じで。ダメだもんこれ、ダメ、これは絶対出ない、これは絶対出ない、出ない。さあ100回目いくよ、ここで1枚抜ける気がしてる、もう感じてる、鼓動がする。メジロマックインも欲しいな、欲深く出していけばメジロマックイン出ねえのかよ、出ないやんけ全然。いやメジロマックインも欲しくなってきたな。天陽が今ここで2枚出てるから、メジロマックインも1枚ぐらい、1枚抜いておきたい、頼む来てくれ。金が多い、 SR が多いよ、 SSR 確定はないが、じゃーん、ダイワスカーレットからのエアグルーヴ。さあおノーマルが金になっていく、まあ、全然嬉しい、グラスワンダ嬉しい、スーパークリーク、あーでもこれは化けなさそうだな、化けないな、星3音出ず。いやさっきの帝王の奇跡の抜きからもうここでかれこれ100連目ぐらいまで差し掛かろうとしてるけど、あそこからなんか減速したね、だいぶね。俺のトップは、俺のピークはそこだったというのか、マジか。まあでもめちゃめちゃ嬉しいけど、あと1枚欲を出せばあと1枚、天陽かメジロマックイン、どっちもいい、どっちもいい、どっちもいいよ。もう全然引かん、もう全然銀色、もう全然銀色と。あーちなみにさっきの帝王奇跡の2連抜きからここで100回目です。区切りのいい、ここでも区切りのいい数字。さあ来るのか来ないのか、さあ来ない来ない来ない。マジ再起動しようかな。マジで来なくなったんだけど、急に本当に来なくなったよこれねえ。ここで SSR の輝きがあったらちょっとなんか気持ち的にこうふって嬉しい気持ちがあるんだけど、ダメだもう来ねえ、もう全然来ない、もう全然来ない。あーやっぱ確率ってあるんだな、最初の方に2個ボンって持ってきたけど、実際のところは、実際のところはよ、なかなか厳しい現実がここには待ち受けていましたよと。ダメだ全然来ない、化けろ、化けない、もうこれは絶対化けねえわ、マジで来ないな。あと40回引いたらこれも200連目だけど、今んとこ SSR は3枚引いてるのかな、うん、ミホノブルも含めたらね。まあ3枚でもね、まあ嬉しいっちゃ嬉しいけど、中には1回のガチャで3枚抜いてき猛者がいるんですよ、このゲーム。1回で3枚抜いてく人、そろそろ SSR 出るでしょねえ、さすがに急に出なくなりすぎじゃないね、爆発的に運良かったけど、今日の俺ついてると思わせてくれよ、今日の俺はついてるんだと思わせてくれ。ダメだ俺博打で絶対失敗するタイプだこれ、パチンコとか。でもなんかもう今日こそは、今日こそはのタイプだよ俺本当に。あーマックイン、マックイン出たけど、このマックインはノーマルマックインだ。いやでもノーマルマックインでも嬉しい。さあ次ここ200回目です、いきます、200連目、ここで終わろうとしています。さあ最後出るのか、さあ輝きが、輝きが薄い薄い薄い、輝きが薄い薄いままゴールイン。さあここでなんとですね、200回引き切りまして交換できるようになってしまいました。まあでも東海帝王かメジロマックインか、ここで交換するのはまだ早い、今回の俺はまだ攻めるけど、ちょ再起動していい、よし再起動してきたぞ。でさこれさ、この東海帝王、新しい帝王を、あれ帝王いない、あ待って、もしかしてここでの帝王、あ衣装チェンジっていう感じでこうやって出るんだ、なるほどね。じゃあ帝王をここになんか2体配置させたりっていうのはできないんだ。かわいい、この衣装の帝王マジかわいいんだけど、超かわいくないこれ、かわいい、めちゃめちゃかわいい。ちょメジロマックインも迎えに行こう、当てる、当てに行こう。さあここで仕切り直し、第2ラウンド、このまま第2ラウンドに突入。さあ来い、来ない、ちょっとこの辺からはちょっとペースを上げていくわ、終わりが見えない。俺的にね3回引いて、まあ出なかったら1回再起
すると思うじゃん。50まで行こう。今日は50まで行くわ。マジで。50まで行くわ。次。明日がある。明日があるという言葉を俺は信じてる。よし、ライスシャワー。ピックアップ来てないキャラが当たっていく先から、ここで1個抜いたから、あと3回行こう。あと3回まで。プラスで回していこう。さあ、来ない。来ないが、次これ、頼む、ここで、俺はここで、這い上がるんだってのここで、うわー、再起してきたけど、なんかこの再起が本当に関係あるのかって言われたらマジで全然関係ないと思うわ。なんならしてる俺が言うのもなんだけど、マジで関係ないと思う。いや、最初は良かったけどな、もう全然当たらないよ、こっから。マジで、うわ、来ないねー。今ここまで100回引いてきたけど、1回もここで抜けてない。お、あ、来た！登ってみせます。遥か果てなき未来へ。かわいい。もう飛んでるし、もう。もう走ってねえんだよな、もう。でも空飛んでんじゃん、マジで。いやー、メジロマックインゲット。めっちゃかわいいね、このマックインね。いや、マジやるしかねえ、ほんとに。あと、70回。あと70回引こう。とりあえず400いこう。いいよ。で、マックイン、これまだ1枚しか抜いてないからな。あと1枚欲しい。あと1枚転用かマックイン抜いときたい。そしたら、割と、星5までの。近道になるんだけど、来ないか。全然来る気配がないぞ。さあ、来るのか来ないのか。来る、来たけど違うんだよな。オペラ王なんだよな、これ。帝王じゃなくて、やれやれ、もやしではなく水の生活になっちまいそうだった。さあ、行こうぜ。第2ラウンド。とりあえず、あと、20連して、ここでもう一枚、ラスト、ここ、みんな、お祈りして、ここ。ここでマジどっちかれたら本当に人生変わる。マジで人生変わる。ここで SSR 引くことができたら、俺は、くー、色的には何もこれ。色的にはすごいしょぼい色。だがしかし、金色が SSR に変わる瞬間だってあるんだ。これは俺はさっき証明している、それを。さあ、ここで、うわ、全然来なそう。うわ、全然怖そう。うわ、これ絶対変わんねえ。これ絶対変わんねえよ、これ。うわー、変わんなかった。うわ、マジか、引き切った。2周目の200連は、2枚引いたのかな？オペラ王とマックイーンぐらいだったよね。あ、ライスも引いたか。3枚か。まあ、だいたい200回引いたら星3が3枚か4枚来るぐらいなイメージなんかね。で、今これ2枚と交換できるんだけど、ちょっと女神像どんぐらい溜まったか見に行こう。そこで相談するわ。女神像1180だから、とりあえず、この天王のピース絶対に足りないから、ちょっと今、とりあえず行ける感じに、いい感じまでちょっと買ってみて、もう1回ぐらい行ってもいいかな。こんぐらい ?930 余しておけばいいだろ、まずとりあえずは。OK! はい、よし、これでいこう。で、覚醒できるところまで覚醒しちゃおう。いたぞ、帝王。開花。280のピースか。これで星4。いいよ、星4になっちゃって。我が輩には無縁なのだ。かわいい。かわいすぎる。新しい力授かっちゃって。いや、いいね。これ、マジかっこいいな、この映像。超かっこいいよ、これ。あと220個か。220個っていうことは。はい、ということで、最初から持ってた、まあ500にしよう。500個余した状態で、これ86個今交換できるから、この86個と、ここのガチャの、この交換ラインナップ。で、今ここの、天王と交換すると、このスター付きでもらえるから、だから、2回分交換して、それで180個。で、さっきの交換の80個足せば、まあ、星5まで届きますよと。まあ、俺が天王3枚抜いたっていうのもあるんだけど、まあ、大体2周したら、星5まで割と直球でなれるのかなっていう感じだよね。でも、俺はちょっとメジロマックイーンも欲しい。俺はメジロマックイーンも欲しいんだ。やるしかねえ。やるしかねえ。回すしかねえんだよ。俺のじっちゃんが言ってた。手に入れれるやつは手に入れようとしたやつだけだと言っていた。ここで、俺はまだ戻る選択肢を取るわけにはいかない。いかないんだ。いや、待て、冷静になろ。もう帝王マックスになるんだよ。帝王マックスになるから、ここでのガチャにかけるわ。次のガチャ、ここで SSR が出たら、はい、出ない。はい、出ない。はい、サンキュー。踏みとどめてくれてサンキュー。って思ったけど、ここまで来たら、
もう行こう。どこまで、ここまでってどこまでっていう話だけど、もう俺待機シャトル、待機シャトルでも星5じゃないからちょっと嬉しい。ここまで来たら行くわ。ナイスオグリ。さあここでピックアップじゃないキャラが急に SSR がめちゃめちゃ出だしたよ。さあ俺がここで止まるやつだったのか止まらないやつだったのか、止まらなかったらたくさん SSR やるよと言わんばかりの2連チャン、2連チャン。さあでも2連チャンが来てからもう全然泣かなくなったね。もう全然出ない。わあ、うわ全然、いや待って、どっちか、メジロマックイーンか帝王、これどっちかでいいわ。これどっちか出てくれたらあとは女神像でなんとかなる気がしなくもない。うまい感じのポイント調整で頼む頼む。ダメだ、全然来ない、全然来ないじゃねえか。マジかよ、究極に来ないじゃねえか。そんなのってありかよ。さあこの辺でダメだ、来ないよ、頼む頼む。うわーうわー、何度石がなくなったって蘇る。そう、なぜなら俺は東海帝王なのだから。来い、さあ来てくれ、そろそろ SSR 見せてくれ。見えない見えない、これ最後まで SSR 一枚も抜けずに。おお、マルゼンスキー、マルゼンスキーも嬉しいよ、嬉しいんだけどさ、ピックアップ来て。あ、メジロマックイーン、そっちじゃないんだよ、なんでだよ。ピックアップの方来てくれ、あと2回、あと2回の間に来てくれ。うわー来てるよ、めちゃめちゃ運よ。美は早日で来てるけどさ、ピックアップが欲しいです。うわー、ちょっと待ってちょっと待って、嘘だろ、こんなにピックアップすり抜けるもんなの。ちょっとお前、おじさんびっくりしちゃったんだけど、すごいピックアップすり抜けるじゃん。嘘だと言ってくれよこれ。まあ、当初の目的の東海帝王はもう2周で女神像を含めて幻突までできるっていうのは検証済みだから、ちょっと女神像をフルに使ってマックイーンもいけるかどうか、最初から持ってた480やりくりしてちょっと見てみるわ。はい、ということであれからプラスで161回回しまして、なんとかね、メジロマックイーン、東海帝王、無事にどっちも星5にすることがこれでできましたと。いやー長かった本当に。いやマジ超好きだったから本当に無理したけど、もう結構えぐられてる心が、すごいし、なんかもう疲れたわこれ、いろいろといろいろと疲れた、もう進路を含めて。あーでもいいわ、幸せそうならOK です。もう帝王喜んでる、もう力みなぎって。というわけで検証結果なんだけど、東海帝王のみだったら400連で慣れました。女神像交換も含めて。ただ、メジロマックイーンとどっちも目指した時に761回。まあ、でも、確かに帝王で400だったら、メジロマックイーンも行きたいってなったら、まあ同じぐらい400かかるのかなっていう感じだから、800いかなかっただけいいってことか。いや、よくねえよ。はい、だけどね、まあ人によってばらつきはあると思うんですけど、まあ大体400前後なんじゃないでしょうか。もし自分の推しキャラが出た時のでも参考にしてくれると嬉しいです。今回はこの辺で終わるんですけど、ウマ娘検証動画だったり、育成論だったりっていう動画今後とも出していくので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それじゃあまた次回の動画で。ガチで明日からもやし生活だよ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、 Twitter とかもやってるんでね、ぜひ Twitter の方でも仲良くしてください。じゃあまた次回の動画で。じゃあなー。